回かっていうか、今シーズンマコツ3回行ったのかな、うん、でさ3回行ったうちの2回声かけたなんて YouTube はいはいはい、ね、ちょうだいちょうだい、スポンジ打ったからそっちちょうだい、スポンジ打ったからそれそのまま引っ掛ければスポンジに刺す感じで、あれこれすれ張りじゃん、こっちこれすれ張りだよ、そうそうそうだよ、すれ張りの方がさ外れていいよ、うん、でも餌も取れちゃうからね、確かに、そんでさ、うん、1人の人はあの去年もそう言われれば前あやとってするけどさ、サッカーワールド孫子釣りをやるにはなって、当然餌を釣らなきゃいけないから、はいはいはい、しょっちゅうやるとか、うん、でハゼ釣りやったことねえからどうやってんのか分かんないって言って、サッカーワールドをこうやってやるのかっていう人が見てる、見てるわけだ、ありがたいし、そんでさ、サッカーの仕掛けにしてからさ、マゴチの餌に使うからさ、あの飲まれて塩梅は良くない。あ、なるほどね、うん、でサッカーの仕掛けにしてから飲まれなくなったから、うん、ありがたいし、もう一度もう一人もこの間あったんですよ、おっさんですよね、そんなこと言われんの、おっさんの前でって嬉しかったですか、へえ、人気者、そうなの、俺なんか全然声かけらんないですよ、だって同じ船でね、同じ船でやってるから、いやそうだ、そうかもしんないけどさっきの人だって知らないわけですから、ホタテとエビで釣れるんだってよとかって教えてくれるわけで、うん、菊さんの方が有名ってことですよ、うん、いなくなっちゃったね、ここにさ、多分これもハゼだと思うんだけど、どれ、全然ハゼしないんだ、納得したくれよこれ、あ、動画撮ってんの？動画撮ってるよ、勝手に撮んじゃねえよ、もう出ないことになってんだよあ、そうなの？僕とかある？撮ってるとかある？ダメだな、あ、ダメ、出てっちゃう、しまって、あれ持ってくる、落ちパクじゃないですか、おほほほ、そこ水バケツやりづらい？いいかさ、うん、こういう花こすりだとこういうところでペチャペチャやってるとさ、うん、外れるんだけどこの魚外れないね。うん。口が硬いの。釣れだとさ、外れんだよね。
やっぱ魚触らないで次振りたいですもんね、うん、だからやっぱりスレの方、あ、やべやべやべ、スレの方がさ取れるよね、取れね、あとは糸張るかだよな、うん、そうですね、めちゃんこ釣るじゃないですか、外れないじゃないですか、え、外れないんだよねそれかワカサギ方式だよね、いや、ワカサギはね、あの口が柔らかいから多分これ口硬いからダメだと思う、硬いかなこれ、うん、硬いと思う、外してる感じ、ワカサギはあれ針外してるんじゃなくて口切ってんだからさ、うん、だってこれで引っ張って抜けないけど、これなきゃ取れたけどさ、うん、そう、意外と取れんだよね、いいっすね、何振りやってる人はさ、半日で500とかするからな、まあね、そんぐらいいっちゃうよね、これもね、針がうまく外れないから、うん、でこのスレ、スレで、はいはい、スレに変えるともっと早いからね、これスレ針じゃないの、こっちはスレじゃない、あ、そうなん、こっちは返しがある、そっちはスレ、外れたね、うん、ただそれちょっとさ針先長いんですよ、うん、卵狩りだからってみんな小さいわけじゃないからさ、ね、これはあのでかいよね、うん、長いよね、まあ、だけど釣れるんだよね、うん、ほらいい感じ、秋田袖と同じぐらい、うん、うまいねやっぱ竿がねそれだとね良くないよね、だっていいんですよ、腕で釣るんだでもね、あのマブナの竿でね、うん、カーボンの竿でね、四尺の竿を込みがいいよって言って買った竿あるんだけど、はいはい、それで去年やったら、うん、つまんねえの、なんで柔らかすぎちゃう、あ、そういうこと、うん、硬いからね、ある程度硬いからね、こう、まあ、こういうちっちゃい魚ね、はいはい、ブル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 手元に来るんだけど、うん、あんまり柔らかすぎると吸収しちゃうから、なるほど、あんま面白くないんだよ、うん、柔らかすぎるとね、柔らかすぎる、うん、で、すぐやめ、すぐ竿変えて、うん、ってことはどうなんだろう、魚がちっちゃければいいのかな、もっと、そうだね、こんだけ柔らかいんでも先調子とか同調子とかってあるんじゃない、はいはい、先調子の方がブルブルが来ると思う、胴に乗ると吸収しちゃうから、なるほどね、アイヤなんかの場合は胴に乗った方が、竿、うん、って胴に乗った方が、うん、あの竿のパワーが出る、うん、こういう小物釣りはね、これさ、もうちょっとこっちの方がいい、やりやすい、大丈夫だよ、大丈夫、うん、しかもさ、これさ、飲むんだよね、うん、スポーンって吸い込むでしょ、うん、飲むのよ、ちょっとこれ、あの棚ご仕掛けがバッチリだね、そうなんですよ、餌が止まっちゃうと追わなくなるね、ああ、なるほどね、
まあ、タナゴもそういう傾向あるけどね。やっぱりふわっとこうホールしてたりカーブしてる方が反応いいんですね。まあ魚って落ちていくものに興味を示すからね。どんな魚でもそうだよね。だからマダイだとかホールをするとかってあるから、チャイナブラとかあるよね。タナゴ釣りで気にするのはこの落ちていくスピードだから。ここにあればいいんじゃない？これでいいんじゃない？そうだよ。もうこれはでもタナゴ釣りに近いものがあんな。簡単なタナゴ釣りだな。練習にもならないね。まあ道具の慣れにはなるかもしれない。まあ練習にはなるんじゃないですか。でさっきも言ったけど、タナゴ釣り午前中で500釣る人とかいるんだからさ、もっとすごいペースなわけだからさ。そうですね。本当に10足とかいっちゃうかもですね。まあ、もちろんこっちの方が簡単だけど。だちゃんとその外れる方式が見出せれば楽勝でしょうね。釣るのは簡単だから外れることに重きを置いてば、ただ餌も取れちゃうよな。まあ餌はある程度取れますよね、そりゃ。だからまあ確かに言うように毎回グルテンの方がもしかしたら、まあでもどっちもどっちだな。グルテンなんかは棚大釣りの世界でいえばさ、毎回付け直すから、でそれが余生さになったりしてるし、要するにこれってその付けるのにちょっと時間かかるじゃないですか。だってグルテンだと針持たないで餌付けられるから通すだけだからね、だからそう考えると、まあ、一長一短というか、まあ、グルテンの方が早いだろうな。早いだろうな。グルテン食ってくれるかどうか。食いますよ。あ、そう。練り絵だって練り絵で最初やってたんですよ。で、練り絵が練り絵よりもこのベニウキの方がいいんじゃねえかっていうことでベニウキにしてるだけで、ホタテでもめちゃくちゃ釣れますよ。だけど餌持ちがいいのがこのベニウキなんで、初心者の人とか餌の付け替えをしたくないっていう人はこっちの方が圧倒的に便利でしょうね。ハゼがね、ちょっとちょっかい出してるって言うんだけど、食わねえな。だからこの誘いが意外とちょっと効いたりしますよね。だから餌動いてる方がいいってことだよね。そうですね。これ完全に水利じゃないですか今。だかその辺がまた状況が変わると面白さはアップするかもしれないですね。まあ本当は濁ってて魚が見えない方が面白いんだけどね、浮き見て釣った方が。今もろ見えですからね。まあでもこれはこれで初心者の人とか小物釣りこれから始めようって人は楽しいかもしれないですね。楽しいんじゃないですか。俺楽しいもん。菊池さんが楽しいって言うと思わなかったな俺。飽きたとか言ってすぐやめそうだなと思ったんだけど。
まあでも楽しいのが一番いいですよね。あれ手前にも来たよ結構。あ、そう。うん。足元いる。だからこれ今ちょっと長めじゃないですかさ、それ80なんですけど、うん、本当にあの短竿一尺とかそういうのでやってもおもろいっすよ。うん。足元に来てっから。本当棚子の世界になってきます。ほら足元いっぱいだ。来たよ。そこ、そう、うん、もうバケツの前、そこ。なんで革命と関係、革命関係ねえのこれ、今日。いや、関係ある、本来。今日はあんま関係ないの。ね、今水がね、ダメなんだろうね。ここ足元、ここ、うん、そこいっぱい。俺もここのとこ待ってる。来た来た来た。もう竿長いってなるな、手前釣っちゃうと。ん？手前釣っちゃうと竿は長いから。長いよね。ちょっと待って、短いの出そうか。いや、いいよいいよ。下がればいいだろ。短竿面白い。浮き出し。それプロペラっしょ？ん？この辺がいいんじゃない？ちょっとこれまだバランス調整してないんだけど。バランス調整してないのダメでしょ、俺ハサミ持ってないし。いや、そうじゃない。重りはどうでもいいんだけどさ、浮きの位置とかさ、その辺全然調整してない。外れないよね、うん、外れてほしい。こんだけ釣れるんだからな。これ育毛さんの針でしょ今ついてるの。それは違うんじゃないかな、うん、分かんない、見てみない。これバレるもんね、この針。あ、そう、ちっちゃすぎるんじゃないかな。外れるって意味？あの、釣っててバレる、釣っててバレる。うーん、でもバレるぐらいの針じゃないと外れないんだけど。まあね、そこのせめぎ合いですもんね。そう、
で去年さ、カオルさんに教えてもらったところ行ったのよ、柿の種釣りにね、埼玉に、うん、でまるっきりあのすげえ魚見えるのよ、酸欠で浮いちゃって、ああでこんな感じでやったのよ、はいはい、入れパクなんだけどさ、へえ、酸欠でも食うんだ、うん、全然バレないのよ、マブナって暴れねえからあんまり、あ、なるほどね、うん、うん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 、おとなしいんだよその魚、はい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 、酸欠状態で魚の状態も良くないからさ、うん、全然バレないの、うん、でオケで 100% 外れてさ、なるほど、すげえ調子いい、それは面白いやつですね、でも暴れないで上がってくるからな、あースーって感じ、うん、それが一番数出るんじゃないですか、もしかして出ると思うよ、だってその時だって時速150ぐらいで釣ってるじゃん、ああで600、700ってなったらそうならないと難しいですもんね、うん、だその600、700の時よりもやっぱすごかったもんね、その時、うん、お、革命に寄ってきました魚たちが、うん、そういう時間になってきました、革命がつついております、餌も取れちゃうな、このいい感じで走れてる、調子良くなってきました。やっぱり短竿のようですね。うん、でもちょっと魚薄くなってきた。ああ。おお、でっけえモハゼが来た。考えられてね、餌出てくるもんね、ウニョってね、うん、口からでしょ、うん、これ、あー、そのパッケージからね、うん、うん、ほんとすごいよね、マルキューさん、これそこが見えなくなるほど濁ることってあるの？ある、うん、そういう時は面白いな、多分、うん、でもあれですよ、むちゃくちゃ釣れますよ、え、そういう時でしょ、うん、入れポンですよ、うん、
まあ要するにいつでも入れっぽんってことです、うん、でも真冬はねやっぱね数が減るんですよね。そうだ、まあ今ですら少ないですもん。だってああそうこれ7月とかすごかったですよ。もう寄りすぎちゃってて、ああもうあの団子状態、棚子の団子じゃ あれじゃない、市原園状態だ。そうエサが止まるとさ、見切るよこいつは。うん、ちょっとこの時間で絞っていかないからさ。うん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 、で、何匹か釣ってると弱くなるんでしょうね、就魚が。ああ、エサ変えるとね、パクって食いついたりするんで、やっぱり見た落ちてくるものもあるんですけど、その匂いフレーバーみたいなのはやっぱあるんでしょうね、うん、もう手前まで来てフッて逃げますからね。あれしなくなるとなんかはんぺんみたいなもんだもんな、うん、だからやっぱ餌もある程度のところで交換してあげると調子いいですね。マルケさんに聞いたらやっぱり抜けるんですって、結構匂い成分が。まあそうだろうな、うん、でもこんだけ釣れればね十分って感じはするけど、ね、まあ本来ワカサギの餌だからな、うん、そこが結構微妙で、僕がメーカーの人間だったら嫌だと思うんですよね。なんだ？だって本来ワカサギを釣ってもらいたくて作ってる餌なのに、違うので使うなよっていう。そんなこと思うの？サックパーが思いますよ。棚子仕掛けで棚子竿で風釣ってる人がそんな、そんなことよく言えたもんだ確かにそれはそうなんですけどやっぱし嫌じゃないですか。売れりゃいいのかってそういう問題でもないしね。そこがね、でもさ、ワカサギの餌ってもともとサシでしょ、うん、でサシを食う魚っていっぱいいるわけだからさ、他の魚がいっぱい釣れてもおかしくないよね、うん、あ、まあね、だからこれ変な話フナとか、うん、だってこれ釣れますよ。釣れるんだよね、うん、あ、そういえばこの間ね、あの YouTube でね、はい、なんだっけ、マルキューのあの磯目もどきなんだっけ、パワー磯目、パワー磯目、うん、あれでマブナ釣ってた。マブナ、マブナ、あ、釣れてたまあ釣れるでしょ。ミミズの方がの方が食いがいいみたいだけど、こっちの方が餌持ちがいいとかして、まあ釣れますよね。だそれだって本来の使い方、うん、まあでもパワー磯目、まあ磯目使わないよね船釣りにはね淡水だもんね、そもそもね。いなくなったよね、ちょっといなくなった、散りましたね、うん、水はもう完全に止まりましたねこれ、うん、ということは革命とかなんとかっていうよりも何かのご機嫌があるんだねこれ。うん、タイミングがやっぱりあるよね。だけど革命のとこにはやっぱりねマハゼが寄ってきてますからね。あ、そう、うん、だから効いてるのは効いてるんだと思いますよ、う
いなくなったかな、ね、うん。この餌もマハゼ食うの？うん、食うの？食う。さっき言ったよ、下にハゼいるんだけど、このハリじゃバレちゃうの。うん、夏の初夏のタイミングってカダヤシが大発生してて、表層にカダヤシがびっしりいるんですよ、うん、だから表層でカダヤシ、中層でビリンゴ、そこでマハゼみたいな感じで釣り分けができたんで、それはそれでね面白かったですよ。カダヤシって難しくない？下顎が飛び出てるからカダヤシ入れ食いなんですよ。だけどさ、あれ今特定外来で、うん、そのリリースも禁止だし移動も禁止なんですよ。だから釣ったらね、その場で処分をしなきゃ法律に触れるっていう魚なんで、なかなかこの釣りたくない。アメリカザリガニだってみんな外来種だからな。だからあれ今再放流も禁止になりましたよね、移動と。どの魚？アメリカザリガニ。あ、そうなんだ、うん、今頃何言ってんだね。俺らがガキの頃からバケツ一杯取ってたもんさ。俺がガキの頃って何歳ぐらいですか？だから小学生ぐらいの頃。もうそうすると50年以上前の話ですよね、うん、だってあの行徳行ってさ、うん、駅だけあって周りあの建物とか何にもなかったんだ、ただの原っぱみたいなね。そういうところをどんどん埋め立ててる最中だったんだよ。はいはいはい、はい、ほらこういうところを埋め立ていくと、うん、ザリガニがこう最後4畳半ぐらいの池になって、うん、そこにねみんなこう昼寝しながら横になってんじゃないか、ザリガニって。でいくらでも釣れたんだよ。はい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 。今もうマンションとかいっぱい建っちゃってるけどさ、うん、でハゲ釣りとかそっちまで行ったんだよ。はい、行徳だとか、うん、あったっけな、忘れちゃったな。でもチャリンコで行くわけですか？違うよ、電車乗って行ったんだ。あ、電車で、うん、うん、その駅からさ、ハゼ釣りのところまでさ30分ぐらい歩くんだよ、うんうんうん、埋め立てしてる最中だからさ、うんうんうん、結構釣れたんだよな。うん、なるほど。それが今やもう法律で禁止ですよ。今さら禁止したってもう減らねえよ、あれ。だって鯉だってほら、イクボさんに言わせりゃ鯉だってみんな外来種じゃない。そうなんですよ、うん、鯉も厳密には外来なんですよ。あれ魚いなくなったね、うん、今更そんなことをやってんのかな。そんなこと言ったらブラックバスなんか釣るの禁止にすりゃいいんだよ。まあそういう発言は結構あのトラブルになるので。だけどさ、あれこそ外来種。そうですよ。だからほらボックスが用意されたりしてるじゃないですか、釣った魚はここに入れてくださいみたいな。ブラックバスやる人はさ、魚殺さないからさ。うん、あれが今も千曲川だとかさ、ああいう釣るようなところでさ増えちゃって大変なことになってる。うん、なかなか外来問題は難しいところがありますけど。本当だよな。僕らの世代ってまあ親とか、まあ、学校もそうですけど、要は生き物を殺すなっていう教育で育ってきてるんですよ。命大事にみたいな。だからその僕ら子供の頃、外来だから殺せみたいな文化はそんなになかったですよ。
なかったよ。菊池さんの頃もないですか？ないよ。ああ、そうだよ。最近の風潮なんですかね、外来悪だみたいな。悪というか、まあ、生態系をね、脅かす、そういうのはもうもちろんその、今も昔も変わらず前提であったとしても、いや、結局そういうことで言ってるわけでしょ？うん。あ、魚戻ってきたよ。うん。じゃあ在来だったらいいのかって、なかなかそこも、すごくこうデリケートな話ですよね。難しい。まあ、その温暖化とかさ、昔と環境が変わってきてるから、うん、東京湾でも増えた魚と減った魚がいて、うん、まあ、今でいうとマゴチだとか、うん、タチウオだとか、うん、東京湾ですごい増えてるじゃないか、うん、あんなの昔釣れなかったんだ、うん、マゴチ船なんか船中2匹とか3匹が当たり前だったんだけど、今50本とか釣れちゃうからね、うん、釣れなくなった魚はアイナメだとかさ、カレイだとか釣れなくなった。うわ、マハゼがいっぱい来たよ。マハゼがいっぱい入ってきたよ。ほら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 、この辺も全部そう。これほらほら、おお、いいやつじゃない。不思議だね、いろいろ入ってくんだね。水は変わんないね。そうですね、高さはね、うん、多少ね下がりましたね。あ、そう。ここのね池の水がさーって向こうに出ていった。俺はやっぱ青ギスが釣りたいな。伝説の青ギス、でかいらしいよ。引くんでしょ、しかも。らしいね。なんか四国の方じゃ釣れるんでしょ。うん、よくわかんないけど、なんかでけんだってよ。うん、25センチぐらいの。うん、いいよね、青ギス釣ってみたいな。俺釣ったことない青ギス。いやー、魚帰ってきた。バコバコ釣れる。ハゼが入ってきたね。ハゼ入ってきましたね。食わねえで。これはまた魚動きが出てくるでしょうね。だからハゼも今竿出したら結構釣れるかもわかんないですよ。うん、あれ釣りしてる人いるよ。え？あそこに女の人かな。釣りしてんの？うん、女の人だね。なんかカラーンって欄干当たる音したから見たら、まあ今からやるの正解だね、うん、おお、ハゼリ、ほらほら水出てる、ほらほらほら、うん、おー、ハゼ立派。食わないでしょ。食わない。ちっちゃすぎんだよ、これ。ハゼを口使うんだったら、もっと革命バコバコ言ってますもん。ああ、そうだ。うん。水少し濁ってきたかもしれないですね。ああ、そう。少し。うん。あれ、釣り人結構増えてきましたね。よいしょ。今日は餌取りミッション失敗したから明日どうしようかな。明日風はどうですか？わかんない、見てないけど、そんなないと思うよ。うん、じゃあ餌取りしたらいいんじゃないですか。昨日じゃない、先週の金曜日、はい、ものすげえ風の中さ、うん、行って大変だったよ。帰ってこれたんですね。で早めに上がって、うん、こ行きましょうなんて11時ぐらいに、うん、動いて、うん、途中チャッポンチャッポンですげえ大変で、あと1時間遅かったらやばかったね。だって7メーターとかなってましたよ、うん、で近場でやったらさ、
思った以上に風よけなくてこれはダメだって。そんな時お客さんは結構乗ってるんですか。まあその時は何か5人ぐらいいたけどね。あはは、結構いるな、うん、もういつものメンバーですか。そうでもない。あ、そうでもないんだ、うん、今羽田沖はさ、はい、小さいけど数は釣れるからさ。あ、なるほど。初めてやってもおでこって少ないんだよ。あ、いいっすね、それだったら、うん、で船がずっと横田流しだからさ、多摩川の河口だからさ、うん、みんな平均して当たる。あ、それが流れにまっすぐに船になっちゃうとさ、うんうん、潮先しか釣れなくなっちゃう。はい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 。ちっちゃすぎるよな。25センチぐらいの組んだよ。まあね、まあ、マゴチだったら確かに 4,50 釣りたいですよね。まあ40ぐらいでいいんだけどさ、25センチだったらもう餌加えきれないからさ。でも当たりも変なの、なんかコツ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 上がってくる、加えきれて。まあ結構ね、ルアーでもね釣れてますもんね今ね。うん。しらっとしてきたみたい。うん。釣れんのかな。次は深川ですか。深川も、うん、例年のパターンでいけば一番難しい時期、うん、深川周りでちっこいのがボロ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 。いや、魚戻ってきた、だいぶ。え、マゴチ釣りの時に声かけられたんでした。そう船で。そうそう何それ。だからハゼ釣りやったことない人が餌で必要だから どうやってハゼと釣るのかなって言ってみてる。で、菊池さんが出てきて、でほら一番最初に上がるじゃないハゼ。ああ、うちのチャンネル。そうそう、うんうんうん、でそれでだいや、菊池さんとお話できてよかったですええー、みたいな3回行って2回そういうふうに言われちゃうの有名人じゃないですか、菊池さん。だから、あの、なんていうの、孫子時代は、あの、最近始めた人なんじゃないの。ああ、なるほどね。うんうんうん。だし、その餌を釣るのに、動画見て。一匹100円だからさ。そうだよね、船で買うと1匹100円だもんね。それを考えたらさ、一本竿だって20匹ぐらい使うわけで、最初に5匹くれるんだから。はいはいはい。ほんだって1500円じゃない。まあね、あ、簡単に釣れるんだったらそれは釣るよ、うん、ましてや自分でさ、サイズを決められたり、うん、ほんでほら夜釣れるじゃない。はいはい、はい、余計だよね、釣りに行く前に。うん、まあ、うん、二度楽しいです。で、時期によってはその船止まってるところでも釣れるの。あ、それが一番いいんですよね。うん、だから船出る前に釣りしやらせてくれればね。やってるんだけどさ、うん、受付終わんないと、うん、その船に乗っちゃいけないの。はいはいはい、はい、だから1時間ぐらいしかないんだよね。なるほど、うん、また微妙な感じですね。危ないじゃない、そんな真っ暗の中さ。確かに船長も。そうだよね。でもそんな動けるわけじゃないからさ。この間その菊池さんですかっていう人が餌とか持ってきてたから、はいはい、あの
俺もちょっとやったんだけど、うん、1匹しか釣れなかった。え、1匹しか釣れなかった。1匹、うん、でその人は7、8個釣ったみたい。ああ、え、何の違いですかそれ。場所の違いじゃないか、そこしか当たんないみたいな。あ、そういうことか。釣れねえもんだからさ、うん、同時グリルでさちょい投げとかすんじゃない、うん、やったことねえからバックラッシュしてしまいで、まあ、後からギッチョギチョになっちゃってさ、糸変えたばっかしなのに頭きちゃった慣れねえことするからさ。本当だよおもろいでバックラッシュした時の直し方だったとかさ、うん、ちょっと見たことあってさ、うんうん、こうやってやるんだと思ってふーんとか思ってさ、うん、やってみたけどさ、うん、なかなか直んないんですよ。全然ダメです。で結局ブチブチ切って。嘘でしょそれよっぽどじゃないですか。重り重かったの。重り重くはなかったけどね不思議だけど投げたことないんだ。これある程度のことは知ってるよ。重りがあの、うんうん、ついたら親指で押さえるぐらいのことは知ってるよここもカットだのとこからすっ飛んできた。なんかハゲがバクバク なんか食ってるけどね、うん、見てると、うん、やってますね。なんだっけな、この間面白かったのはこうやって釣りしてたんですよ、うん、そしたら仲間の人が後ろでその知らない人と喋ってて、サクパワールドの動画見てこの釣り場に来てみたんですよっていう人がいたんですよ、うん、で、ああそうなんですかとか言って話してたんですね、うん、で、ああ後ろでそういう話してるなと思って、でちょうど僕らも荷物片付けてたところだったんで、うん、じゃあ帰ろうっつって最後にちょっと会釈したんですよ僕、うん、たら向こうもちょっと軽く会釈して気がついてないの。だから菊池さんの方が有名ですよ、よっぽど。帽子かぶってねえから聞いた。あ、まあそれもあるでしょうね。だいぶ擦れた。うん。言わないんでしょ。言わないのは結構いるでしょ。うん。水もさ、少し透明度がなくなってきましたね。ぼやけてきました。見てやめるやつが増えてきた。うん、いるいる。
リベロの話なんだけどさ、はい、サオタツに来てる永井さんって人がいるのよ、うんうん、その人ね火曜日に来るんだよね、うん、藤見にね、うん、でちょっと話してて、うん、リベロをね、うん、ヤフオフかなんかで買ったっていうわけで、ほう、ね、そんであのなんていうの稽古玉みたいなのついてるのとか、ああそういうのも買ったとかなんか言ってて、はい、結構あるんだよとかって言うからさ、うん、家帰ってきてさふっとさ、うん、メリカリ見たんだよ、はいはいはい、ね、うん、そしたらさ3時間前にさ売れちゃったやつでさ、うん、リベロの8号の8本入りのソーダさ、うん、10、15袋とえ袖の、うん、6号5袋ぐらい3850円で安っで売ってたんだよね、うん、売れちゃった後のわけだ、うん、そんでさ次の日かなんかに見たらさ、うん、リベロのその100本入りがさその多分買った人だと思うんだけど、うん、がさ、1300円で売ってたんだよ100本はぁ、ね、で1300円ってさそんなバカ高いもんじゃないじゃない通常の値段で買えば1000円ちょっとくらいするんだからあれそうですね、うんまあ、送料とか考えたらまあそんなもんで妥当じゃないですか、うんね、多分そんで、うん、豊田さんに落としてもらってほう、ね、1個買ったのよ、うん、そしたら、うん、すぐまた出たのよほう同じのが、はいはい、で豊田さんとこ電話して、うん、これ多分15個買ったやつかもしれないから、うん、あるだけ全部買ってくれって言ってさ、うん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 、買ってもらったんだよはいはいはいそしたらなんとね11袋買ったの、うん、8号、うん、うわそうなの、うん、もうやりましたねえ1なのそんでそうだよ1であらいいじゃないですかそんでさその前までさ、うん、もう8号がないから、うんうんうん、その袖のでこういろいろやってたんだけどさっき言ったように軸が細いだとかさ、はいはいはい、いろいろあるんじゃない、うん、今度さリベロの7がなくなっちゃってさ6はあるんだけどそんな使わないからさあーなるほど、うん、でも7探してみてそしたらしばらくそれでいけるなと思ってさうん確かにえじゃあ11袋あんの1100本あるってことそうやべ8号がやべまあもう二度と出てこないでしょうねそんでねまだ、うん、この間売れたのかリベロのうん5657か 1袋ずつ、はいはい、20本入りぐらいのやつああちっちゃい方、うんうん、それがね5000円で売ってんだよこの間売れたんだけどさ面白いよねよく見てますねんでそれをいやだから今俺毎日見てんだよもういいでしょだからリベロの7が欲しいからさ、うん、今度7狙いだ、うん、じゃあこれ見てて7持ってるよっていう人は直接菊池さんにあのお譲りくださいあそれであの YouTube 上げといて俺本当買うからだってあげるなって言ったじゃんさっきあげるでしょダメですよちゃんと菊池さんがそれをアピールしないと伝わらないですから、うん、俺がいくら言ってもあんまり細かく言っちゃうとさ、うん、他の針がダメみたくなっちゃうじゃないいや他の針もいいんだけど俺はこれがいいっていう話でしょ、うんうん、で全然大丈夫じゃないですかじゃあ話するよ、ねうん、今俺リベロの7を今リベロの7じゃなくてリベロをずっとハゼケンで使ってるんだけど、うん、誰かなんだかわかんないけどリベロはあの廃盤になっちゃって誰かなんだかわかんないけどってどういうこと大丈夫ですよもう伝わってますよちゃんとあの俺買うんで連絡くださいって言った方がいいですよ、うん、じゃああのツイッターハゼケンで使うからリベロのね7だけがねちょっともうヤバくなってきたから、うん、誰か譲ってください持ってる方はね持ってる方はツイッターじゃあ説明欄に貼っときますから、うん、ツイッターの DM でいいですかそれで どうなっちゃうんですかだから菊池さんのところに連絡来るんだよ連絡来るのうん DM ね DM 見るでしょ見るけどその先困っちゃうんだよ、うん、そうだってなんでどうやってやり取りするのいや銀行振り込みとかするのそうお金のことは困っちゃう困っちゃうの、うん、えペイペイやってないですか何もやってないんですよペイペイはやった方がいいんじゃないの現金だけだもんニコニコ現金払い、うん、あれ菊さん au でしたっけ au au か
持ってんのいるよね。まあいるでしょうね。ワールドのあれでな。まあいるでしょうね。使わないよっていう人もいるでしょう、ね。買ったけど使わないっていう人もやっぱいる。いるよな。うん、いると思いますよ。で、あと使ったけど、いらねっていう人もいるでしょうし。リベロ2買ったけど。リベロ2じゃないでしょ。いやいや、リベロ2買ったけど俺使わねえからさ。あ、そういうこと、うん、そういう人もいるってことでしょ。いるいるいる。リベロ2と交換してください。そういう人はなかなか出てこないんだよ。安いもんだからな、送料の方が高くなっちゃうもんな。いやあれはね、封筒で送れるから普通の切手で大丈夫ですよ。84円、あ、80円じゃ送れねえか、120円とかで送れる。で、橋本さんにね、うん、リベロの8号は手に入るけど売るかって言ったらさ、なんで、なんで手に入んの、コロ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 、リベロの 8号が一番使うからな、うん、じゃあ2袋、うん、まあそうなるよね。いやビリンゴがでかくなってんな。でかいのこれで。これでかいよ、これもうマックスじゃない、だって4センチぐらいあるでしょこれ、うん、ビリンゴのマックスサイズでしょこれ。ビリンゴじゃねえや、あ、ビリンゴだ。沈まない仕掛けはあんまり良くないんだよね。うん。今度あれに呼ばれてるんですよ今。うーん。来月かな。ハゼの特番みたいなやつで。まだ内緒なんですけど。なるほどね。そのぐらい遅くなってくると今度夜ハゼになっちゃうよな。うん。あのフィーチャーしてる番組ですから、その魚種ごとに、うん、釣りじゃなくて、だからスタジオ収録なんですよ。うん、で、アユの会とか安友さんが出てる番組で、アユの会の DVD 送ってきてくれたんですけど、めちゃくちゃ面白かった。やったことない俺でもすっげえ面白かった。うーん、安友さんが釣りやってるので、だからスタジオ収録だから釣りはしないんですよ、うん、で、アユのことに、その魚種のこと、わあこれ見て、魚種のことをひたすら喋るっていう番組。だからアユの専門家が集まって話をする、うん、研究員の人と釣り人とあとその業界の人っていう形です。3人呼ばれるのかな。すごいね、いよいよサクパー先生だね。いや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 、俺なんか全然全然ですよ。こんなもの真剣に釣ってんの、ん、こんなもの真剣に釣ってんの、サクパーワールドとハゼ犬ぐらいしかいねえからな。いや結構いますよ。怒られますよそんなこと言ったら。みんな真剣にはやってるんですよ。そうなの。そうですよ。サクパーワールドっていうのはツイッターなんかの見せてもさ、なんちゅうの、もうこの時期になってくるとさ、でかいの一匹釣って写真撮って喜んでる人がほとんどなんじゃないの。まああとはほらカウンターカチカチやってる人いますから。うん、競技外じゃねえよ、競技外でもねえのに数数えてもしょうがないんじゃねえかなと思うけど、俺なんかはね。うん、だから結局こう自己満足というか、うん、まあそうだよね。うん、やっぱりこうなんていうのかな、
自己顕示欲というか、俺こんなに釣ったぞすげえだろって言いたい人がカウンターをしてますよ。目安にしてるんだったら別にだって SNS に上げる必要ないじゃん、うん、数数えないと橋本さんに怒られちゃうからな俺なんか藤見もさ、うん、まあ藤見の今の現状では俺がそこそこ釣るからさ、うん、サイト船長もさ前座れ前座れって言うんだ。で俺ほらもう今季外れ券端っこ座れないからさ真ん中で練習しようと思ってんだけどさ、まあ、ああそっか前行け前行けっていう。あそっかそっか座れないのか、うん、そんでね、うん、ほらマゴチの餌がメインだからさ、うん、そんで船長にでかいはずやって、うん、でいつも入れてるお鳥かにこう入れてると数分かんなくなっちゃうんで、うんうんうん、でほら あの人たちにしてみたらさ超過ね超過が知りたいわけだね、うんうん、言ってるの適当だもん、ね、だいたいこのぐらいなんだけど135とかっつってさ、うんうん、それが120個ぐらいなのかも分かんないけど適当だもん、ね、うん、いや菊池さんなんかは逆にちゃんと取らないとダメ、めんどくせんだよ分かんなくなっちゃうのか、うん、押したっけかなってね、カウンターじゃないから数えるから、あーそうかそうか、菊池さんなんかはカウンターをした方がいい、ほんでカウンターあったってごちゃっぺになっちゃうんだけど、カウンターを押すとさそれに集中したくないんだよね、うん、そうだよね、カウンター押す時間あったら次振り込みたいよね、でもそんなこと言っても批判が来るだけなんですよ、誰も理解できないからそれ、うん、何言ってんだお前らみたいな、まごちだってさ、うん、まあ、経流釣りやってるとさツイッターに載ってるのにね、ハゼとかまごちってさ、うん、絵にならないわけですよ、そんなことないですよ、俺的にはね、あ俺的にはね、うん、あんまりだからさ最近のツイッターも出してないんだけどさ、うん、経流の方が綺麗だからさ、うん、そんで何て言うの、マゴチもさ固まっているからさ、両方のさ一度に来たりすることあるしさ、うんうんうん、1匹釣れた時が釣れるチャンスだと思ってるからさ、なるほど、もう写真なんか撮ってる余裕ないのよ、あなるほどね、まあ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 、で終わってみるとさ、そういえばマゴチの写真ねえなと思うんだけどさそういやクマ大バズりしましたね、あれねあれすごいよね、すごいよね、あのクマの写真、あれね、アイザオ 9m ぐらいあるんだよね、はいはいはい、エンドこうやって、ね、やってるわけだよ、うん、その柵ぐらいのところにね、うん、ふって黒いのが見えたんだよ、え、こんな距離でいたの、そうだよ、やばっ、もうあのぐらいだよな、こうやってそう上流に沢先向けてっからね、 9m の差なんて、うん、その辺なんだよ、うんうんうん、え、ふって黒いの見えたんだよ、最初なんだか分かんなかったの、うん、そりゃそうだよね、で通り過ぎてって、うん、そこの石ぐらいのところでクマだって分かったの、やべえそんな近距離だったのあれ、そうだよ、なんかすげえ遠くでどんぶらこしてるように見えたけど、そうじゃないんだ、いやだから写真撮った時には、うん、あもうじゃ流れてたけど、そう時間かかるからさ、最初ファーストバイトはそこの位置だったの、やーべえやーべえね、あれ小熊、まあ中学生ぐらいなんじゃないの、親離れしたばっかしの熊なんだ、あーでもダメだね、そしたらダメだね、そんでね、うん、その後川を渡るんで来たわけだよ、はい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 、はい、で最終的に川を渡ってったから結構時間あって、うん、何枚も写真撮って、うんうんうん、で動画も撮ったのよ、他の方がいいかなと思って撮ったのよ、はいはいはい、でそれも対岸の岸を渡る寸前でさ、何だか分かんないから、うん、動画撮ればよかったなとかって途中で思って、いや写真でも大バズりですよあんなの、ね、他に熊の今の時期の熊のツイッターいっぱい出てるのにね、いやあれはね、なかなか衝撃の写真でしたよ。でね、もう一個ね、あれもね、乗っけたやつもね、拡大してるわけですよ。はいはいはい、はい、ザラついてますもんね、うんで。その後のやつがね、ああいう石の上に乗っかってね、今がね、飛び込んだところのやつがあった。なんかね、それを拡大してみたらね、うん、なんか合成写真見たくなっててさ、これダメだろうとか思ってやめたんだよ。なるほど。え、そんな遊んでる感じだったんですか？違うよ、川渡ろうとしてるわけ。あ、川渡るためにジャボンしたってこと？そうそう、石の上乗っかってまたジャボンって。あ、そういうことか。結構時間あったんで、動画も撮ったし。あ、なるほどね、うん、一瞬の出来事じゃなくて、うん、こう見て写真撮れるぐらいの余裕があったってこと、うん、普通はさ、相手にしてると動画撮らないのよ、なんでかっていうと、うん、
仕掛けにさ、鮎くっついてるわけだからさ。あ、まあまあまあ、まあ、確かに。で、やりにくいじゃない、うん、もう鮎ぶら下げといて取ったんだ、取ってんだからさ。なるほどね。つうか、逃げるのが先なんじゃないの。だって川流れてるから登ってこれないもん。あ、そういうことか、うん。あ、じゃあ割とセーフティーな位置で見てるってことか。ここでこの辺に乗っかられ、上流に乗っかられちゃったらやべえけど、下もう自分より下だからさ、上がってくれないもん。なるほどなるほど。別にヒレついてるわけじゃないからさ。なるほどね。でそこの上流で 2,3 年前にさ、うん、国道の横で飯食ってたらさ、クマが横断してくんだよ、はい、同じぐらい、本当だよ。やべえね。でここでクマがいたんだよって言ったら、誰誰もうこの間見たとかって言ってましたよとかって言って、その後友達と行ったら、うん、その俺その上流に行ったんだよ、はいはいはい、いたわけ、うん、だから友達がそのクマの出たところにいてさ、うん、後ろにクマ歩いてるんだよ、本人気づいてないんだよ。やべえ。それもね、中学生ぐらいのクマなんだよ。危ねえ。水飲みに来てるだけなんだと思うよ。ああ、もう同じところにいてさ、全然その怖いって感じないのよ。その大してでかくないから。まあそうだけど、立ち上がったらさ、1m50だとかそういう雰囲気じゃないんだよ。あ、なるほどね。ちょっと犬をちょっともうちょっとでかくしたぐらいのさ、あ、怖いイメージは全然ない。でも危ないでしょ、そんぐらいでも。どうなんだろうね。いや、ダメでしょ。でも地元の人に言わせると、うん、クマなんか全然大したことねえんだよとかって、イノシシの方が全然来ねえんだよとかって突っ込んでくるから。あそうかもしんないけど、あれは本当バズって、びっくりしたよ。大バズりですよ。革命のとこに結構寄ってますよ。リツイートの数にびっくりした。今リツイートって言われるんだよな。リポスト。いくつぐらい行ったんでしたっけ？このハートマークじゃないの？そう、ハートマーク、ハートマーク。8000じゃん、8000。あれ、本当だ。え？ 8000 ぐらいだったっけ？そうだよ。でもリツイートが1700万。すげえな。大バズりじゃないですか。ね。すごいよ。俺的にはこんなのよりも、北海道の80センチの伊藤にもうちょっと反応してほしかったんだけど、50ぐらいしかつかないんで。いや、50だってすごいですよ。びっくりしちゃったよ。50すごいよ。まあ、なんでつかないかっていうとさ、うん、ニジマスの釣り堀屋なんかでさ、伊藤のさ、そのぐらいの釣れちゃうんだよ。あ、そうなんす。だから、どっち素人からするとさ、珍しくないわけ。あ、なるほどね。まあ、要するに、天然の本物と偽物の違いの区別のつかないようなものだから、うん、同じじゃない、釣り堀だろうが、どこで釣るか、うん。じゃあ、これからはあれですね、熊カメラマンですねやっぱり人がこうみんなおーって思うやつを撮らなきゃいけないじゃないですか。いろんなことあるんだけどさ、釣りやってるとさ、なんていうの、あ、写真撮らなきゃってその時に思わないんだよね、後で思うんだよ。そうですよね、そうだと思う。おじさんだから余計だよな若いのなんか何だってさ、飯食いに行ったって食う前に必ず写真撮るんじゃない？そうじゃねえからさ。食い終わってから写真撮ればよかった。まあ。あのね、最近ね、娘がね、ほう。あの、一人旅っていうかさ、今日、名古屋だかなんかあの辺に行ったんだ、一人は。ほう。で目的はね、うん、うまいものを食いに行くみたいな、そんな感じだったの。最高じゃないですかね、うん。そんでお母ちゃんと話して、うん、なんだ、最後うまいものを食いたいんだったら、うちの母ちゃんとか俺とかあんまりうまいものを食いに行こうって、食いに行こうって行こうと自体があんまないからさ、うん、娘がそういうのを食べたがるんだったら月に1回ぐらい表で飯食おうかとか、うん、いう話になって、はいはい、で娘にね、うん、じゃあ月に1回ぐらいそういった理由で飯食いに行こうかっていう話をして、うん、はい、場所は、うん、
お前に任せるから、うん、見つけといてみたいな。ほう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 、ね、いい。で、あのちょっとぐらい高くてもいいかなとか。おお。だから、うん、すげえ高いとこだってさ。で一番最初俺の誕生日に行ったんで10月の6日にね、うんうん、たらさ、うん、3人でさ9万近く。おい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 、何食べたんですか。何寿司。あ、寿司ね、びっくりしちゃったよ。まあでも高いとこでもいいって言った手前ね、うん、うん、でね、1人あのね2万ぐらいのつもりだったんで。はいはいはい。たらさ、うん、調子こいでさ日本酒飲んだらさ、それが結構高かったもん。ああ、娘なんか結構酔っ払っちゃってさ。あ、お酒飲むんだ。そんでさ、うん、早い時間に行ったから6時ぐらい予約して行ったらさ、後からポロポロ来るじゃん。あ、それがさ、うん、みんなあの同伴のお姉ちゃん連れてくるようになった。場所どこで。場所どこ。恵比寿。まあまあそうだろうね。みんなさ、うん、カウンターに座るのがさ、うん、もうそういう人たち、うんうんうん、そうだよね。まあお寿司屋さんは多いからね、どうしても特にいいところはそうだよね、うん、え、何そんで結局美味しかったの。まあまあね、値段と比べてどうなのって言ったらちょっと微妙だけど、うまかったことは。まあただ普通の寿司屋じゃ出てこないようなネタばっかし、のどぐろだとかさ、あはははは、甘鯛だとかさ。え、でもいいじゃないですか、そたまにっていうかさ、何家族でみんなで行くのなんて。いや別にあの悪くはないんだけどさ、うん、別に値段にびっくりしちゃってたけどさ。ああ、お飲み物のもあのメニュー、うん、見てさ、1枚ペロってめくったらさ、はいはい、4号便でさ8万とか出てきちゃってさ、まあ、またそれはダメだな。またこう広げてまた戻しちゃう。それがあの日本酒だったんだかなんだかわかんないけどさ、もう金額見てビビってさ、うん、戻しちゃって。でもやっぱほらお金使うっていうかさ、同伴するような人のがよく来るお店はやっぱ高いものもないとね、かっこつかないもんね。そうだし、自分の金じゃないからね、そんなのはね、うん、会社の金とかさ、うん、どんどんだってなんか半ズボンかなんか履いて、男がだよ、半ズボンかなんか履いてきてさ、四角いバッグ持ってんだよ、うん、いかにもそういう感じじゃない。はい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 、なるほどね。まあ土地柄もね、やっぱ、ね、じゃあ何、娘さんは今グルメっていうかその食べることに興味がある感じなんだ。それはちょっとわかんないけど、うん、たまたまこの、え、だって名古屋に一人旅で食いに行ったんでしょ。そうそう、ね、すごいよねそれもね、うん、いい趣味だねそれね。何が楽しいのって俺言ったんだ。そんなのね、家族からしたらいつまで次やってんだよって言われてますよ。そんなの、まあ、そういうことだ。で今度はイタリアンだと思ってさ。あ、いいじゃないですか。そんで青山行くとかなんとかって言って、なんだな。で嫁がメニュー見てて、うん、そんであんた肉料理ばっかしでどうだこうだと思って言ったら、うんうん、行きたいとこないのとかって。なるほど。食べログの一番最初に出てきたとかっつって、それが錦糸公園の横なんだよ。もういいじゃんこれ近くて、うんうん、で今度そこ行くんだよ。なんつうところ、何とか忘れちゃったけど。すぐ近く歩いて5分ぐらい。最高じゃないですか、うん、あそこ美味しいよ。菊池さん家の近くのさ、あの牛黒っていう焼肉屋さん美味しいよ。うん、角。嫁があんまり肉食いたくなんないんだよな。ああ、そっか。いいじゃん、じゃあ2人で行けば。あの豆屋あるよね、交差点の角。うん、もう今なくなってるね。あ、もうないのあれ、うん、あそこの反対側、向かい側。あんなとこにあったっけ。うん、3万円なんて、うん、結婚式のホテルで食った時ぐらい。俺なんかはね、あんまりそういうもの食いに行かないから。うん、うん、それはびっくりしちゃうね。確かに。
全部で8万8万6000円だからってさ、心の中で釣りさんを買って返さないそういえばあれだろ、うん、もうすぐ来年だっけ、お札新しくなるの。そう、来年の10月。どうでした、ビリンゴ釣り。ビリンゴ釣り、あ、楽しいんじゃないですか、これいっぱい釣れるやね。あ、何個ぐらい釣ったんですか。わかんないぐらい、うん、まあなんか程よく楽しめませんこれ、うん、いいんじゃないですかね。あの魚見えちゃうから、餌を見て釣るようになっちゃうから、本当は、うんうん、あの浮きを見て釣りたいよね、うん、そうですね、うん、まあ、あの釣れないと面白くないから、そういった意味では面白いんじゃないですかね、うん、そのやっぱ手軽にできるっていうところが魅力としては大きいかなと思うんですよ、うん、要するにほら、例えば高速代かけて1時間こう違う県に行って釣る、まあそれももちろん楽しいんですけど、都内でチャリンコでふーっと来てパパッと釣って、まあ1時間やって帰ろうってできるじゃないですか。いやだけどそれはあの名古屋の人が高速乗ってくるかもしれない。それは名古屋の人は名古屋で名古屋で見つけてください、釣り場所。そういった意味でこう手軽さっていうところがすごくいいなと思って最近ちょろちょろやってます。まあちょっとあの今ぐらいの時期にね、うん、あの暑さも収まって涼しくなってきて、今ぐらいの時期にちょろっとやるのがいいんじゃないですかね、うん、ちょろっとやる。でまた僕の場合はこの目的があるから、この餌というね、うん、だから必要に駆られてやってるっていうところもあるんですけど、何にしても楽しいんですよねやっぱり、うん、まあだからこれあれだよね、タナゴ釣りを始める前にこんなの、タナゴ釣りにほぼ近いから、うん、こんなんで練習するのもいいかもしれない、ね、そうですね。だけどさでこんな短い竿でやれりゃお金もかかんないしね。そう、え、まあまあでそれは安竿あるけどさ、タナゴやろうっていう人があんまり安竿を買わないじゃん。タナゴはね、お金をかける人とかけない人と両極端で、かけない人はもうほんとかけないからね、その辺のあのボッキレみたいなのやってる、ススキのみたい、ススキとかああいうのの枝を自分でこう加工して作るったりとかさ60センチの竿だから、そういう人結構いるよ。うん、うん、そうですね、金かける人はもう半端じゃないけどね、うん、そうですね、浮きだって全部自分で作るしね、うん、釣り糸だって 50m 買ったらさ、うん、もう一生もんだよ。いや本当だよね、うん、汚いよ。え、さ、知らない、嘘だよ、蓋持ってるしよ、持ってないし、そうだ、あったポロだったはい、片付け、しまいも楽だね、餌、あ、餌ね、はい、そこにもあるよ。しまうのもさ、道具がコンパクトだよね、うんうん、だから本当にこれ道具が決まってくれば、ちょっといい水箱とかでやるのもいいかもしれないですね。これなんか100均のこのプラスチックケースに今日は入れてきちゃったけど、うん、ということでどれどれ、おお、いる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 、さすがだな、おお、なるほど、いいですね。ということで今日は久々に菊池さんと釣りしました。ありがとうございました。お疲れ様です。